ケッハモルタ、ケッハモノラタ、シートミオ、ハオヨイシース。発音できねー。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月7日木曜日の午後0時9分です。そういえば今日はジャスティンさんが島にお越しのようです。プライベートでのご訪問のようですが、魚の買い取りは大関係とのことですので、よろしければ声をかけてみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれか、ジャスティンとレックスに関しては仕事が大会、虫捕り大会、魚釣り大会やけん、普段訪問するのはプライベートという扱いになるんか。なんか不思議な感じ。お、今何か考え事をしていたね。どうした？あ、アイナさん、仲がいい友達同士ってお互いだけに通じ合う秘密の言葉で挨拶をするって聞いたので、私たちが挨拶するんだったらどんな言葉がいいかなって考えていたところなんですよ。ほう。あー、ぜひお聞かせくださいよ。挨拶はおはよう世界でしょう。あれ、てか誰かに教えんかったっけ。あれは飛び盛りか。やーゆーよ、どこだ。なんか誰かと誰かが挨拶しよるっぽい。さしすせ。めっちゃ会話しよるやん。それじゃあちょっと行ってみますね。おはよう世界、いかがでしょう。ヒョウ、いいね。おはよう世界、素敵です。広めてね。すぐにおはよう世界って言えるように練習しておきますね。ヒョウ、もしやもうすでにおはよう世界を。お、メガネかけとるやん。あら、こんにちは、素敵ね。話に来たよ。あなた、今日はどんな過ごし方を。いつものルーチンを思いっきり破って何か冒険してみるのもいいわよね。素敵ね。昨日も同じことを聞いたね。ほら、めっちゃ似合っとるね。メガネというかサングラス。今日でさ、あれなんよ、あのパニーさんの島のね、店が揃うよ。いいねいいね。ハッケミーが来るってことよね、おそらく。そういうことやろ、占い師やろ。はい、お出かけしたいです。ではどちらに行かれますか。パニーの島へ。パニーの島ですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。はい、出発。受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライト、よろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。はい、到着。OK、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声をかけてください。ふー、これで全て揃ったよ。嬉しいね。なんかどんどん鳥の数増えよる気がするよね。気のせいかな。うわー、すごい怪しげな。めっちゃ目立つね。他がなんか結構さ、普通な感じやん。まあ、この二人はちょっと色濃いけど、めちゃくちゃ不思議な感じやね。どうも。いや、アイラさん、 100% 当たると評判の占い師ハッキミーさんに来てもらったよ。100% って言われるとなんかすごくね、怪しさしか感じない。このハッケミンだけ見えるあなたの真実、ご興味がおありならお声掛けくださいな。てか逆にさ、 100% 当たる占いって絶対行きたくないんやけど。なんか嫌なこと言われたらさ、なんか立ち直れん気がする。だって 100% なんやろ。でもどうせ占いやけんみたいな言い訳ができんなるやん。絶対無理。私もこのコミュニティの未来が気になってるし、ぜひ占ってほしいな。おや、あなた。見えます。見えますね。自らの理想郷を追い求め、孤島にて暮らすメガネの男。その方に落ちてきたのは小鳥の糞。それって私のことかな。参ったな、気をつけないと。昨日やられたばかりなんだけどね。とまあ、どんなキックが出るかわからないけど、アイナさんも時間があったら占ってもらうといいよ。そんなこと言われるんかな。それじゃ、ゆっくりしていってくれたまえ。見てあれ、
ナンバープレートめちゃくちゃ適当やん。くるくるって適当に書いた感じ。でもどんな感じかな、気になるんやけど。占いをご希望であれば正面へどうぞ。あ、こんなちょっと斜めになるだけでもダメと。ケッハモルタ、ケッハモヌラタ。おや、あなた見えます、見えますね。このハッケミンだけ見えるあなたの真実、たったセンベルで教えてさせてあげますよ。そうですよね、お金はいりますよね。はい、お願いします。私が教えてさせてあげられるのは今日の運勢かどなたかとの相性ですが、どちらをお知りになりたいんです？どっちも知りたい。じゃあとりあえず今日の運勢ね。どう？わかりました。今日のあなたの運勢を水晶に聞いてみましょう。では目を閉じて。なんか周りが暗くなったぞ。いやー、何すごい響いてる。ケッハモルタ、ケッハモヌラタ、シートミオ、シートミオ？何何？怖い、すごい光り輝き夜。おやおや、見えてきましたよ。魚好きの青年と虫好きの青年。自然豊かな無人島で二人、お互いの趣味を楽しむひととき。魚好きの青年と虫好きの青年？あれか？誰やっけ、ジャスティンとレックスのことか。このイメージから読み取れるのは、友情にまつわる運勢が上昇する兆し。ね、あれさ、私のパスポートのやつじゃない？水晶に映っとるの。ハンナちゃんと一緒に写したやつ。このさ、開けた場所で、室内でもないのになぜあんな空間、あんな雰囲気が出せるのか。ま、今日は何がしかいいことがあるかもしれませんね。ないかもしれませんが、100% なんじゃなかったのかい？それでは、あなたに水晶のお導きがありますように。友情運がいいってことやね、今日は。さあ、それじゃあ次ちょっと相性を見てこう。おや、どうされました？どなたかとの相性も知りたいならば、センベルで教えて差し上げますよ。はい、お願いします。水晶には何人かの顔が見えますが、どなたとの相性を占いましょう。どうしようかな。あ、じゃあちょっと最近ちょこちょこ話すビアンカで。わかりました。あなたとビアンカさんの相性を水晶に聞いてみましょう。では目を閉じて。来るよ来るよ。同じのが映るんかな。そして自然につくろうそく、怖い。ケッハモルタ、ケッハモヌラタ、シートミオ、ハオヨシース。発音できねえ。あ、ビアンカが映った。おやおや、見えてきましたよ。ビアンカさんはあなたのことを同じアイナ島に住む仲間として十分認識しているようですね。そこからそりゃ、認識してくれないと。より親密な関係を望むのであれば、じっくりと丁寧なコミュニケーションを積み重ねると良いでしょう。だってそれって要はあれやろ、同じ島に住んどる人やなーぐらいの感覚なんやろ。もっとなんか思ってよ。島民代表なんすよ、私。とまあ、こんなところでしょうか。まあ、ちょいちょいおらんならいいんやけどね、私。ちなみに、ご希望の方にはオプションで、早く仲良くなれるよう、特別なお湯することもできますよ。なにそれ？とても強い力を使いますので、お値段は少々張りますが、いくらですか？いかがでしょう？一万ベルでお祈りしましょうか。あ、じゃあ、はい、お願いします。わかりました。あなたとビアンカさんの関係が進展するよう、精一杯祈りましょう。ではもう一度目を閉じて。またなんか違う呪文来る？ケッハモルタ、ケッハモヌラタ、レーナクヨカナ。レーナクロクヨカナ。仲良くなあれになったね。これでオッケー、上がったかな。以上になります。それではあなたとビアンカさんに水晶の導きがありますように。ありがとう。
めちゃくちゃ怪しい占い屋さんやけど。はい、どうも。あら、えのさんいらっしゃい。ちょうど試してみたいヘアアレンジのアイディアがあるの。興味があったら試していかない？はい、お願いします。オッケー、じゃあここの椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものは外してからね。なんかあれやね、お店全部揃ったけど、特に何もなかったね。それじゃあ始めるわね。カプトリーヌさんもさ、もうそのままここに店構えなよ。お。あ、なんかちょっと賢そうな感じになった。ね、上品げな。はい、できたわよ。うんうん、とってもいい感じね。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら。もうちょっと大人っぽい格好やったらね、いいんやけど。まあ、とりあえず気に入った。よかった、気に入ってもらえて何よりだわ。このアレンジ、ぜひ覚えて帰ってね。それじゃ、お疲れ様でした。あ、でもまあ、リボンつけたらそれなりに。あ、後ろもしかしてお団子？新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見やドレッサーがあれば好きな時にイメチェンできる。ただの、ショートヘアやと思ったんやけど。あ、え、かわいい。え、めっちゃいいやん。え、かわいい、かわいい。よき。ね、いい感じ。なんかこういう感じの。ふんふん。いいっすね。めちゃくちゃいいっすね。でももうちょっとなんか、物静かな感じの格好の方が似合いそうではあるね。精神統一中か、お、目開いた。ちょっとびっくりした。これで、次はこっちか。撮影全部揃ったけど、特に何もないの？いやいや、皆さん、先月はウェディングの撮影セット作りに協力してくれて、どうもありがとうね。いつの話だよ。リサさんとカイドウさん、いい写真が撮れてよかったって喜んでいたよ。あの二人にはいつまでも仲良していてほしいね。私も見習わないとな。はっはっは。そんなことが聞きたいんじゃないんだよ、私は。まあでも、完成ってことでいいのよね。いいんすよね。はい、帰りたい。アイナ島に帰るんですね。はい。あれか、このロドリーも一応宅配サービスしよるけど、それとはまた別ってことよね、ことぶきさん。多分ロドリーのやつは本当に荷物をね、箱詰めして送るって感じなんやろうけど、ことぶきさんのは実際になんか直接倉庫から出し入れするみたいな感覚なんかな。ちょ、着替えよ着替えよ。ちょっとこの髪型に似合ういい感じの服装にしよう。なんかあれじゃない？まあ、可愛いんやけど、普通に可愛いんやけど、なんかあの、昔のお母さんみたいな、アニメとか漫画とかで見る感じの。はい、着替えます。どんな感じの格好がいいかなぁ。あ、違う。せっかく脱がせたのに、何も意味のない時間になってしまった。はい、外して。んで、私の想像するのは、物静かな感じ。どんな感じ？あ、でもオールインワン、この辺とか。あと、チェックのジャンパースカート。この辺とか。T シャツワンピ。いや、これは違うな。レイヤーキャミワンピ。ふー、どうだろう。この辺とかやったら、ビスチェキャミ。いや、違うな。オールインワンでいくわ。オールインワンで、あ、なんかちょうどこのお団子出てる感じいいね。かわいい。帽子合うかもな。いや、そういう帽子じゃないんよね。キャスケットいいな、この。ね、かわいい。んで、エナメルのパンプス。茶色でちょっと大人っぽい感じに。スタッツリュック。へぇ。へぇ。
こっちかな、ミニレザーバッグ。あ、このぐらいの感じかも。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと大人っぽい感じに。よき。はい、こんな感じで。オッケー、なんか降りそうじゃない？ちょっと。とりあえずこの後ろ姿、帽子から出たこの髪の感じがめっちゃ良き。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで、あれやね、もうバニーさんの島完成してしまったね。結構あっという間やった。でもすごい賑やかになってめちゃくちゃいい感じ。いつでも買いに行けるっていうのがいいよね。